えー、楽天、えー、最近ですね、非常にあの、モバイル事業が苦戦しておりまして、えー、まだシェアですね、2%台しか取ってないにもかかわらずですね、えー、全社員に対して1人5件の、えー、営業ノルマを課されているということで、あの、僕の元部下もですね、何人か楽天にいたりするんで、彼らが Facebook でお察しください。えー、 楽天モバイル一回でもいいから試してみてください。なん、都心部ではまだ繋がりやすいですみたいなこと書いてあって、もう涙ぐましい努力をしててかわいそうだな、なんていうふうに思ってたりもするんですけれども、えー、楽天の決算資料久しぶりに見たんですけれども、あの、銀行があるんで、楽天銀行があるんで、バランスシートがめちゃくちゃ見にくいんですね。非常にわかりにくいんですけれども、まあ基本的に楽天の EC 事業めちゃくちゃ好調です。 えー、そうですね。だいたい四半期で、えー、2000億円ぐらい売り上げてるんですかね。それで、まあ、利益200億とか、たいその平均してその辺大なんですけど、えー、そして、まあ、それでだから1000億円ぐらいは年間で営業利益出てたりとかするし、金融事業も同じぐらいの規模の利益が出てるといで、基本的には楽天というのは、楽天市場、楽天市場の EC 事業と、 えー、楽天銀行とか楽天証券、楽天カードの金融事業、フィンテック事業ですね。こちらの方でほとんどの利益を稼いでると。で、えー、その2000億円ぐらいですかね。営業利益ベースで2000、2 3000億ぐらいだいたい稼いでて年間で。で、モバイル事業がだいたい市販機で1200億とか、まあ、それはもう、あの、クォーターによるんですけど、まあ、年間4、5000億円規模ぐらいの えー、赤字を出していて、それがまあグループ全体の足を引っ張ってるっていうような状況なんですけれども、もうすでにですね、虎のこのフィンテック事業の 楽天証券株のですね、4分の1ぐらいをですね、えー、売却しております。800億円ぐらいで売却してるんですかね。だから、簡単に言うと、まあ、3200億円ぐらいの時価総額、というふうに考えられてるんです。上場したらもうちょっと上に、あの、上がると思うんですけど、上場したらですね、逆にこう、売りにくくなるんで、とにかく、今すぐキャッシュ化をしたいっていうのが彼らの要望であると。それぐらい、要は、金銭的に追い込まれてる。で、そうやって連結財務諸表を見るとですね、えー、楽天、 本体が持っている現預金っていうのは、そんなに大きな規模ではなく、その数百億円が虎の子になるぐらい、まあ今やばいような状況になっていて、ですけど3キャリアから15メガヘルツ分ぐらいずつ、合計45メガヘルツ分取って、3、4000万人が接続しても大丈夫なキャリアを作ろうとしてるんですけれども、まあ接中案としてドコモから合計ですね、7.5メガぐらいですかね、のすごい小さな帯域を割り当てられて、 それでですね、何とかしろと。そうすると、数百万人ぐらいしか収容できないんですね。で、まあ、これから新規で、えー、ユーザーをいくら取ったとしても、楽天の社員に一人、えー、ご5契約ずつ取っても2万件ぐらいしか取れないんですよね。だからもう、焼け石に水のような状況になっていて、ま、あ2023年、2024年、この中でですね、楽天は、そのフィンテックを完全に売却してモバイルのにかけるのか、あるいは、えー、 もうモバイルを損切りして、なんとか本体を生き残されるのか、そういった決断を迫られるようになると思っております。ということで、えー、頑張ってください。いってらっしゃい。